ちろんです。キャプテン、どうですか？もう、みんなとお揃いの戦闘服です。今日やっともらえたんですよ。それに、こうしてキャプテンと一緒に夜回りできるのも楽しみだったんです。だから、準備万端。包帯でしょ？水筒に、寝袋、ドリルに、耳栓、それからカイロにライト、あと傘。これで安全もバッチリです。ふふん、キャプテン、備えあれば憂いなしですよ。って、あれ？あの子迷子かな？そう、ママとはぐれちゃったの？お姉ちゃんが探してあげるからね。キャプテン、し。ねえ、僕、ママはいつも僕のことをなんて呼ぶのかな？お姉ちゃんに教えてほしいな。聞こえた。不安そうな声で呼んでる。キャプテン、ここで待っててくださいね。僕、一緒にママのところへ行こうね。お姉ちゃんとお手手、つなごうね。はい。お母さんがとても心配そうにしてて、私まで胸が苦しくなっちゃいました。でももう一安心です。ん？キャプテン、ここでまた待っててください。待ちながら準備体操しててください。念入りに体をほぐすように。ふにゃふにゃになるまでですよ。キャプテン、走りますよ。体温まってますよね。ほら、早く行きましょう。キャプテン、学園まで急ぎましょう。これからもっと雨強くなりますよ。手を握ってください。急ぎますよ。いいから走りましょう、キャプテン。楽しんじゃいました。キャプテンと一緒に遊んでるみたいで。あ、笑い事じゃないですね。迷子の子をお母さんのところへ連れて行って戻ってきた時に、遠くの方で雷の音が聞こえて、あの二人持ってなかったので傘お母さんにあげてきちゃいました。ごめんなさい。キャプテン、そんな子供を褒めるみたいな言い方。ありがとうございます。でもキャプテン、やっぱり備えあれば売れ。風邪ひいちゃう。すぐに漢方用意しますね。それから湯たんぽに毛布に、あとはもうちゃんと準備しておけばよかった。勇気覚悟が改めて私の